こんにちは、鎌倉日和の田原です。今回は魚介系のイタリア料理の風間さんに来ております。で、風間さんはこちらの、ウォーク大町っていう、ところの奥に位置しているお店になります。で、こちらのウォーク大町はいろんなお店が入ってますね。モンブランの提供しているお店とか、あとまあ不動産屋とかの中に位置しているお店ですね。で、この奥にございます。はい、こちらですね。風間さん、ロブスターの絵が可愛いですね。では入っていきましょう。はい、店内はこんな感じですね。カウンターのみの席となってます。カウンターはまあ6席とか7席ですね。はい、でこちらもなんか可愛いですよね。風間さんのステンドグラスっていうんでしょうかね。ちょっとなんか鎌倉日和版も欲しいなっていう感じでしたね。まあそんな話はさておき、風間さんって一回お店行ったことあるんですけど、その時満員だったんですよね。なので結構人気店なので、あの電話での予約が必要になるかもしれないですね。今回はあの電話なしで行けたんですけども、でランチセットが3種類ございまして、で今回は2番目のプッタネスカトマトソースを選びました。はい、でこちらが前菜ですね。右にあるのがイワシのたたきに、あとバゲットを添えてですね。であと左側がホタルイカの、サラダになります。ホタルイカってあんまサラダに入れないですよね。独特ですよね。はい、ではいただいていきます。はい、まずバゲットからの方ですね。あ、ちょっと落としましたね。あ、ちょっと行儀が悪いですね。うん、ちょっとまた落としてる。イワシのあの酸味とか効いてて美味しかったですね。で、ちょっと落としたものもお箸でいただくと、はい、もう絶対あの料理はお粗末にしないんで。で、今手拭くんかい。食べる前にしときましょう。はい、でサラダ、ホタルイカの方ですね。はい、うん、不思議な料理でしたね。あのホタルイカの食感とサラダのシャキシャキ感が合わさって、うん、とても不思議な味でした。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかったです、もちろん。このお皿も可愛いですよね。風間って書いてますよね。まあ私のこれ持論なんですけど、お皿にもこだわってるお店ってもう間違いないですよね。まあもちろんなんか100均のお皿でもいいんですけど、やっぱりなんだろうな、お皿とか陶器にこだわってるお店はやっぱり美味しさが一段と増すんですよね。はい、ちょっと余談だったんですけども、でこちらがスパゲッティですね。トマトスパゲッティ、ではいただいていきます。熱々ですね。で、片手でまた巻いていきます。はい、いただきます。いや、なんかこれもなんだろうな、今まで食べたことない味でしたね。なんかトマトソースの中でも、はい、で今食べてるのが、オリーブの実ですね。で、ちょっとオリーブの実は、うん、そんな顔すんな。うん、ちょっとね、私の口に合わなかったっていうか、これ食べててよかったのかな。なんかタイヤの味がしましたね。ちょっとあの表現の仕方悪いですけど、うん、まあスパゲッティはもちろん、うん、美味しかったですよ。で、スパゲッティの食べ方なんですけど、なんかフォーク1本で食べることが普通らしいんですよね。私も知らなくて、それまあ今フォーク1本で、まあ、あのスプーン使わずに食べるのを試してるんですけど、やっぱり難しいですね。なんかスプーン使って食べるとイタリアに行った時になんかバカにされるそうなので直してます。はい、ごちそうさまでした。ちょっとすいません、オリーブの実は残させていただきますが、またこのね、お皿も可愛いですよね。風間っていう、
やっぱ常連さんが多いそうなんで、午後に遅い時間に行った方がいいと思いますね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。